こんにちは。ご視聴ありがとうございます。3大会ぶりの世界一へ、史上最強とも称される侍メンバー30選手の陣容が固まりました。特に期待が大きいのは何といっても投手陣でしょう。メジャーでもトップクラスの投手であるエンゼルスの大谷翔平、パドレスのダルビッシュ有を筆頭に、栗山監督が掲げたしっかり守って勝ち切る野球を体現する最強のピッチャー陣が形成されました。3月8日開催の WBC まで1ヶ月を切り、各国でも出場選手が続々と発表されています。優勝を争うライバルアメリカは、主将のマイク・トラウト選手をはじめとする MLB のスタープレイヤーが多数出場の意思を表明するなど、優勝候補筆頭としてふさわしい名前がずらずらと並んでいます。そんな米国ドリームチーム結成の舞台裏には、トラウト選手のある思いが大きな影響を及ぼしていたようです。過去4大会とは比較にならないほど豪華な顔ぶれが出揃う今回、試合結果や優勝の行方はもちろんですが、普段では見られないスター選手同士による夢の対決も大きな見どころとなります。とりわけエンゼルスのチームメイトである大谷選手とトラウト選手の対戦には、海外メディアも関心の高さを示しています。またカージナルスのノーラン・アレナド選手とゴールドシュミット選手が、大谷選手や侍ジャパンに選出されたヌートバー選手や侍ジャパンについて衝撃の発言をしており、大きな話題になっていますので、気になる中身を見ていきましょう。アメリカ代表に参加表明しているカージナルスのノーラン・アレナド選手は、大谷選手について、彼はどこにいても最高の選手だと大谷選手の存在感を絶賛しました。これまでメジャーで3度の本塁打王、10年連続ゴールドグラブ賞を獲得し、2017年の WBC ではアメリカを初優勝に導きました。準決勝で侍ジャパンは1対2で敗戦。4番を務めていたアレナド選手は、日本は本当に優れたチームだ。あの試合、2017年の準決勝の彼らは明らかにベストの選手だった。投手陣が良かった日本は、お互いにみんなで助け合い、チームとして素晴らしい変化を遂げる。だからタフな相手なんだ。日本は毎回タフなチームだから、僕はとても尊敬しているよ。どのように取り組んでくるかも分かっているつもりだ。と、当時をこのように振り返り、日本のチーム力を高く評価しました。同じく2017年の WBC 優勝メンバーで、2022年にナショナルリーグ MVP のポール・ゴールドシュミット選手も、彼らは素晴らしいチームだ。才能ある選手がたくさんいて、毎回本当にいいプレーをしている。メジャーの選手も日本でプレーしている選手もいて、才能にあふれている。世界中の素晴らしい選手のプレーを見ることができるのは素晴らしいことだと、侍ジャパンを大絶賛しました。2人のチームメイトであるカージナルスのヌートバー選手は、侍ジャパンでの出場も確定しています。同僚のアレナド選手は、彼のスイングは違う、打球音も違う、彼は俺たちにとって大きなピースになると、ヌートバー選手の打撃を称賛し、今後のさらなる活躍を期待しています。米スポーツサイトは WBC の特集記事を掲載し、その中でこう述べています。翔平大谷の出場により、大会はさらに盛り上がりを見せ、ロサンゼルスエンゼルスのチームメイトであるマイク・トラウト選手との対決が期待されている。トラウトと大谷という野球界で最も輝く2人のスター対決は、間違いなく大会のハイライトの一つとなり、野球を愛する全ての人にとっても楽しみとなるだろうと記し、世界中のファンからの注目を集めると予想しています。世界中が注目する大谷翔平選手ですが、2017年に渡米し、怪我や不振の時期もありましたが、諦めずにコツコツと成長を続けてきた大谷翔平選手。2022年もさまざまな偉業を成し遂げ、メディアを賑わせていましたね。未だ進化し続ける怪物大谷翔平選手の2022年成し遂げた偉業と進化、それに対する海外の反応を紹介していきます。大谷メジャーリーグでの暗黙のルールを無視。まずご紹介したいのは、大谷選手が見せたメジャーで暗黙のルールを破る瞬間。この日、大谷選手の投じた1球が相手の左手に直撃しました。ストーリー選手はトレード市場で評価の高い選手です。そのストーリー選手はあまりの痛さに悶絶します。その後、大谷選手はメジャーの暗黙のルールを破り、相手選手に謝罪に行きました。相手選手も大谷の問いかけに答えます。メジャーにはアンリトンルールというものがあり、真剣勝負でデッドボールになった結果なら謝る必要はないという暗黙のルールです。しかし大谷選手はそのルールを無視してでも相手選手に謝罪しに行きました。ストーリー選手はこの時についてこう語っています。ソーリーと言ってきたんだ。それだけだよ。僕が一塁に着いた時にこっちを見て謝ってきている感じだった。イニング終わりにも言ってきたよ。粋な振る舞いだったと謝罪された選手が怒ることも以前はありましたが、メジャーの考え方も大谷の行動で変わる日が来るかもしれません。大谷選手だからこそできる振る舞いに世界中が大谷選手の虜になっています。ベーブ・ルース以来104年ぶりとなる大記録。ランディ・ジョンソンに匹敵し、ペドロ・マルティネス以上、ベーブ・ルース以来となる104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打に加え、史上初となる投打ダブル規定到達、30本塁打&2桁勝利も達成しました。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は昨シーズンも投打においてこれ以上ない結果を残しました。特に投手大谷の成績は圧巻で、15勝防御率 2.33、219奪三振はいずれもメジャーキャリアハイをマーク。さらに 1.20 以下を出せばエース級と言われるウィップは 1.01、奪三振率もリーグトップの 11.87 を記録しました。WHIP1.0 台を記録した投手で、今季の投手大谷を奪三振率と防御率で上回るのは1997年のランディ・ジョンソン氏しかいません。この年のランディ・ジョンソン氏はWHIP1.05 に加え、防御率 2.28、奪三振率 12.30、奪三振数291と驚異の数字をマーク。サイ・ヤング賞こそロジャー・クレメンス氏に譲りましたが、一大フィーバーを巻き起こしました。今季の大谷選手の投球スタッツはこの年のランディ・ジョンソン氏に匹敵する成績なのです。これを34本塁打95打点 OPS8 割7分5厘を記録したスラッガーがやっているのですから、どれだけ大谷選手が際立っているかがお分かりいただけるかと思います。今回の動画では大谷選手が今季成し遂げた偉業の数々と、それを大絶賛する現地メディアの声をまとめてご紹介いたします。ランディ・ジョンソン、ベーブ・ルースでさえできなかった MLB を代表する超レジェンド級のランディ・ジョンソン氏も大谷選手を絶賛しています。米スポーツブックメーカー VSIN のツイッターで公開された動画の中で、ジョンソン氏は投打で活躍する大谷選手に言及。1918年ベーブ・ルース以来となる104年ぶりの2桁勝利&2桁本塁打に到達したことに触れ、ルースはレッドソックスで主に投手としてプレーしていたが、ニューヨークに移籍してスラッガーになった。大谷は中5日で二刀流をしている。彼は投手として試合に勝ち、本塁打も打つという前例のないことをやっていると、投打同時出場を続けながらどちらにおいてもハイレベルなプレーを披露する二刀流大谷に最大限の賛辞を送っています。前人未到のダブル規定到達に全米が大絶賛。大谷選手が今季成し遂げた偉業の中でも特に注目を集めたのが投打ダブル規定到達です。10月5日敵地で行われたアスレチックスとの今季最終戦に3番投手兼 DH で投打同時出場、初回を三者凡退に抑え、メジャー初の規定投球回に到達、史上初のダブル規定到達を達成しました。歴史的な快挙にエンゼルスの試合を中継する地元放送局バリースポーツウエストの放送席も拍手喝采。実況のパトリック・オニール氏が、今歴史が作られた、翔平にとって160人目、これで投手として規定投球回に到達、打者としても規定打席に到達、 MLB の歴史上一度も達成されたことがないことですと喜びを爆発させると、興奮を抑えきれない様子を見せました。ちなみに今季規定打席をクリアしたのはメジャー全体で130人、規定投球回を超えたのは45人、それぞれ1球団あたり 4.3 人の打者 1.5 人の投手しかおらず、いずれもチームを代表する主軸打者とエース級ばかり、その両方の役割を1人で担っているわけですから、改めて今季の大谷選手がどれだけすごいことをやってのけたのかが分かります。グラウンド上では投打にわたり大活躍の大谷選手ですが、プレーだけでなく爽やかなルックスとチャーミングな性格からか、アメリカの美人レポーターたちにも大人気です。美人レポーターが大谷選手に対して積極的に取材に行き、それに対して笑顔で答える大谷選手、エンジェルスにおける名物的なやり取りになりつつある掛け合いであります。今回は大谷選手に対する美人レポーターたちからの評価をご紹介します。美男美女でのツーショット写真や〇〇な大谷選手が大好きと公言する美人レポーターが話題に。またあの有名美人レポーターは大谷選手のある意外な一面に好意を抱いているようです。間近で大谷選手を見てきた彼女だけに、翔平が皆から好かれる理由は〇〇だと断言しています。では気になる中身を見ていきましょう。大谷は一生に一度出てくるかどうかの選手。エンゼルス放送局バリースポーツウエストで2022年からレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんは、大谷選手が2年連続の MVP を逃した際、 MLB 史上最も驚くべきシーズンなのに賞が何もないなんてとコメントするほど大谷選手を認めているレポーターです。エリカさんは大谷選手について、2022年に私たちが見たプレーは100年起きなかった出来事です。注目に値することだと思っています。自分自身にとても厳しい選手というだけでなく、求める結果が具体的ですね。ルーティンを大切にしていて、全てがうまくいくようにという強い気持ちを持っています。昨年のパフォーマンスはまぐれではありませんし、翔平にはもう一度同じことをする力があります。彼ならもっと成長できると大谷選手を高く評価しています。エリカさんは大谷選手のヒーローインタビューをしたことをきっかけに、二刀流という唯一無二のプレースタイルと素晴らしい受け答えに感動し、それ以来大谷選手の大ファンとなりました。改めて大谷選手にヒーローインタビューしたことを振り返り、グレートでした。私は日本語を話せないので一平に手伝ってもらいましたが、それでも私の話に積極的に耳を傾けているのが伝わってきました。本当に素晴らしい投球をした後に取材のための時間を作ってくれた翔平に本当に感謝しています。あれは歴史的な試合でした。私たちに時間を割いてくれたことをとても幸運に思いました。と大谷選手の誠実な対応に感謝の気持ちを表しています。また大谷選手の魅力については、翔平の楽しい部分を知ってもらいたいです。周りにいる選手はいつも冗談が好きだ。とグラウンド外での大谷のユーモアあふれる性格についてももっと知るべきであると強調しています。そして大谷がチームにもたらす効果については、翔平が笑うと周りにも伝染するし、私たちがダグアウトで見ている彼の姿や、ファウルボールが当たりそうになった時とかバットへの心肺蘇生をしたり、野球は彼のそういう部分を必要としていると思うんです。だってそういう大谷を見るのは楽しいし、野球とは楽しいものであるべきですから、素晴らしい人柄の持ち主ですしね。大谷選手がチームに1人いることでチーム全体が明るくなり、周りにも良い影響を与えるということを語りました。野球ファンだけではなく、チームメイトやレポーターからも大人気な大谷選手の人柄がいかに優れているか分かるエピソードですね。メジャーリーガーとしての年俸はもちろん、スポンサーからの評価も上がりまくっています。大谷選手の広告塔としての価値は、2021年シーズンに MVP を取ったことはもちろん、スポンサー企業が重視する好感度や認知度、さらにルックスや清潔感など、どれをとっても非の打ちどころのないナイスガイに企業からのオファーが相次ぐのは当然。2022年の昨年、スポンサー料が想像を絶するとんでもないことになってしまいました。ということで、その詳細についてご紹介していきましょう。スポンサー収入は2021年から3倍の24億円、大谷の昨シーズンの年俸は550万ドル、およそ6億3000万円と発表されています。一見すると高額ですが、二刀流で2021年シーズン MVP まで獲得した大谷の活躍からすると、これは破格の安さ。メジャーリーガーでは全く上位に来る額ではありません。しかしながらスポンサー料となれば話は別。現在大谷とスポンサー契約を結んでいる企業は日米合わせて15社ほどもあり、その年間スポンサー料は実に24億円にも上ると言われているのです。この数字は昨年4月にアメリカの経済誌「フォーブス」誌が打ち出した情報で、税金と代理人手数料を差し引く前の金額がおよそ2000万ドル、日本円にしておよそ24億7000万円にもなると算出。さらに「フォーブス」誌はこの金額は1年前の大谷のスポンサー収入と比べておよそ3倍で、少なくとも過去10年間のメジャーリーグにおける最高額であるとも付け加えています。また、先にも説明した通り、大谷選手の年俸はメジャーリーグの一流選手と比べると決して高くないのが現状。それでも高額スポンサーがついたことについて、フォーブス誌では彼の容姿端麗さと親しみやすい振る舞いで太平洋の両側でマーケティングにおけるヒットとなったとも分析しています。とはいえ、実は去年の大谷のスポンサー収入はおよそ6億6000万円。実はこれ、全メジャーリーガーの中ではトップの金額でした。ちなみに2位のプライス・ハーパーが5億5000万円、3位のクリス・ブライアントが3億8500万円、4位は同僚のマイク・トラウトが3億3000万円。つまり2021年でもこれだけの差をつけてトップだった大谷選手が、昨年そこからおよそ3倍に跳ね上がったことでダントツで抜け出したことになります。こうしたスポンサー料は大谷選手にとっては本業で得る報酬とは違う、いわば副収入。まさにアメリカンドリームをつかんだアスリートと言えますね。 CM 出演料歴代の日本人でトップ。 CM 出演料はタレントやアスリートにとってステータスのバロメーター。日本では1社につき3000万円あれば一流、5000万円で超一流と言われていて、1億円を超えれば国内では数人しかいない別次元の評価になります。ある芸能関係の雑誌が発表した情報によると、芸能人では嵐が5人揃って1億8000万円、明石家さんまも同じく1億8000万円とダントツ。これに追随するのがダウンタウンがコンビ揃って1億1000万円、福山雅治が7500万だということです。またアスリートの全盛期の前例を見てみると、メジャーリーガーの松井秀喜の全盛期が1億5000万円、イチローが1億円、大坂なおみが1億4000万円、錦織圭が1億2100万円、羽生結弦が1億1000万円、浅田真央が1億円と言われていますが、気になる大谷はというと、大手広告代理店の話によれば2021年時点でなんと1本1億5000万円が相場だったそうです。つまり日本人としてはトップクラス。驚くのはまだ早いです。そう、これは大谷が MVP を取る前の2021年末頃に公表された情報。今後専門家の間では3億円でも安いという声も上がっているといいます。そうなればまさに前例なき CM への出演料で大谷選手は常識を打ち破ることになりそうです。来季2023年のシーズンを終えると FA 権を得る大谷選手に対して、米スポーツ専門メディアブリーチャーリポートは早くも来オフの FA 選手トップ25を選定。この中で大谷は1位に選ばれました。さらに年俸5000万ドル、約66億3800万円の契約を結んでも驚かないと、史上最高年俸を得るのが濃厚だと指摘している。記事では大谷を1位に選び、その理由についても投手大谷と打者大谷がともに1億ドル約132億7700万円を優に超える契約を得るにふさわしいとしています。さらに現在メジャー最高年俸のマックス・シャーザーとジャスティン・バーランダーが年俸4330万ドル約57億4900万円と考えれば、大谷が年俸5000万ドル約66億3800万円の契約を結んでも驚くことではないときっぱり。そうなればメジャー最高年俸が有力となる。フルタイムでの投打二刀流は大谷しかできない唯一無二の価値。昨年規定打席と規定投球回の両方に到達したことからもわかる。記事は球界のどの選手の比較しても彼が持つ大きな影響力を考えればその金額に値しないわけがないとし、大谷が今オフに結んだ1年3000万ドル約39億8300万円の契約も来オフ手にするだろう契約を考えれば格安契約としています。メジャーリーガーの中で最高年俸を日本人が獲得する日はそう遠くないかもしれませんね。大谷がシーズン中に見せた新魔球。投手大谷選手は昨シーズンのシーズン途中で新魔球ツーシームを披露しました。約163キロで右バッターの膝元へ食い込むように変化する球はまさに魔球。大谷選手の新魔球を見た海外の反応をご紹介していきます。関翔もお手上げ。大谷翔平の攻略法は本当にわからない。パ・リーグ西地区の首位を独走していた強豪アストロズのダスティ・ベイカー監督は、彼を打つのがいかに難しいか、どうやってアプローチするか聞かれるが本当にわからない、執刀してくれることを願ってそれを打つ準備をしておくことと警戒していました。9月10日のアストロズ戦、西2、3塁のピンチを招いた3回には球界でも指折りの好打者カイル・タッカー選手にメジャーキャリア自己最速の 101.4 マイル約 163.1 キロのツーシームで空振り三振を奪い、ピンチを乗り切った直後に大谷は「カモン!」と吠えました。地元放送局の解説者であるマーク・グビザ氏は、まるでレーザーのようなツーシームだ、なんということだ、本当に大谷さんはありえないし非現実的なユニコーンだと興奮気味につぶやくほど圧倒的なボールでした。自身初の規定投球回到達まで残り21イニングとした試合では、2017年 MVP のホセ・アルトゥーベ選手と一昨年 MVP の大谷選手の対戦が注目されました。新旧ツーシームにアルトゥーベも苦笑。ホセ・アルトゥーベ内野手の度肝を抜くシーンがファンの注目を集めました。2017年の MVP と2020年 MVP による MVP 対決。3回先頭打者として打席に立ったアルトゥーベ選手に対して投じた1球にメジャー屈指の好打者も唖然としました。ワンボールワンストライクからの3球目は 98.5 マイル約 158.5 キロのツーシーム17インチ約 43.2 センチ膝下に食い込んできたボールに空振りしたアルトゥーベ選手は思わず苦笑いを浮かべました。ピッチング忍者の愛称で知られる米国の投球分析家のロブ・フリードマン氏が自身のツイッターにこのように投稿しました。翔平大谷の99マイルのシンカーにアルトゥーベは感銘を受けている。これを見た米ファンからは、みんなアルトゥーベみたいになってるよ、笑うしかないよ、同じチームだったらこの2人は仲良しになっているはずだ、アルトゥーベいいやつだねとの声が上がりました。日本のファンからも、アルトゥーベの表情が物語ってるけどえぐい球、これが覚えたての新球とかやばすぎる、アルトゥーベ好きかわいいなどの声が寄せられました。ここでネットの声をご紹介します。この打席結局スライダーで見逃し三振でしたけど、もうお手上げ状態でしたね。アルトゥーベは過去にとても罪深いことをしでかしておりますが、プレイヤーとしてはこの最高峰の舞台でこの体格で一流プレイヤーとして普通にその実力のある選手だと思います。アストロズにはすごいバッターがたくさんいるので、大谷も投げがいがあって楽しいと思います。メジャー通算21年間で213勝154セーブを誇る伝道投手ジョン・スモルツ氏は球界のベストピッチャーの一人と絶賛しています。大谷選手が新球ターボシンカーをシーズン中に導入したことについて、投球だけに専念している状態でもシーズン中の新球公開は難しいのに、彼は投打の両方をやっている。投打に素晴らしい才能がある。私は彼が球界のベストピッチャーの一人だと思っているよ。投打での働きを合計すると彼は球界のベストプレーヤーだ。投手として生まれつきの才能がある。シーズンの真っ最中にこんなことをやってのけるのはとてつもないことだよ。私は彼の大ファンだ。球界ですでに偉大な投手であり、今後最も偉大な投手になる可能性がある。ただ投げるだけではないからね。それがどうしても妨げになってしまう。だからといって6日に1度しか投げなくても彼が球界でトップ5カテゴリーに入るような投手であることは否定できないと称賛を続けました。さまざまな史上初を打ち立てている大谷選手。スモルツ氏は彼のキャリアはどのように発展して完結するのかを見守るのを楽しみにしていると期待を込めて締めくくりました。ネット上ではこのようなコメントが寄せられています。160キロのストレートに加えスプリット、スライダー、シンカーは全て魔球。今の大谷はリーグでベスト3に入る投手だと思う。肩肘さえ大丈夫なら来年以降サイ・ヤング賞を取る可能性は十分あると思うよ。大谷選手の数少ない欠点の一つがフォーシームの回転数が少なく、割と打たれやすい点だった。その克服としてめっちゃ打たれづらいツーシームを覚えている。どれだけ大谷選手のハイパー進化は続くのか、私たちファンのほとんどもとっくに頭が追いついていない。想像力をいくらたくましくしてもその先を行っている。果たして大谷選手の進化はどこまで続くのでしょうか。間近で大谷選手を見守るエンゼルスのネビン監督代行は大谷選手の好調要因をこのように分析しています。私が一番感心しているのは〇〇だ。大谷選手の新たな勝負球となっている高速ツーシームについてフィル・ネビン監督代行は90マイル後半約153から159キロが出て18から20インチ約46から50センチ横に変化するなんて右でも左でも誰にとっても非常に難しい球だと賛辞の言葉を並べています。打者では33本塁打と投打で結果を出している好調の要因を問われたネビン監督代行は私が一番感心しているのは一貫性。みんな数字や成績を見ている。私にとっては一貫性。日々の練習、準備、そしてフィールドに出るといつも同じなんだ。それが素晴らしい理由だ。ハイになりすぎることもないし落ち込みすぎたりすることもない。登板日はいつも楽しいよと語っています。試合前のルーティンを毎日変わらずに続けることが安定した結果を残す秘訣なのかもしれませんね。ヤンキース捕手あぜん、大谷選手の神走塁。エンゼルスの大谷翔平選手は2021年8月31日日本時間9月1日、ヤンキース戦に2番指名打者で先発出場。この日最大の見せ場となったのは5回の第3打席の申告敬遠で塁に出塁し3塁まで進んだ大谷選手。2アウト1、3塁でバッターボックスには4番ウォルシュ。カウント1アウトファーストストライクからの3球目、1塁走者のゴセリンがディレードスチールを敢行。3塁走者の大谷が視界に入っていないヤンキースのキャッチャーサンチェスはすぐに2塁へと送球。リードはさほど大きくなかった大谷選手でしたが、サンチェスが見せた一瞬の隙を見逃さず即座に本塁に向かってスタートを切りました。二塁ベースカバーに入ったショートは大急ぎでバックホームし、サンチェスも必死のタッチを行うも加速したままホームに突入した大谷選手の左手がわずかに早くベースに触れて生還。エンゼルススタジアムに大歓声が起こる中、ホームスチールを決められたサンチェスはマスクを外して呆然とした表情を浮かべていました。大谷選手が決めたホームスチールに米メディアは SNS で速報。 MLB 公式でヤンキース番を務めるブライアン・フォック氏は、今週翔平大谷がホームランを打つと期待していた。彼がマウンドに上がるとも思っていたが、ホームスチールは予想外だと自身のツイッターにツイートしました。米スポーツ専門メディアジ・アスレチックは公式ツイッターに、翔平大谷がダブルスチールで本塁を陥れると絶叫の顔文字を添えて伝えました。当時監督を務めていたマドン監督は試合後、大谷のホームスチールについて、かっこよかった。今夜はまた一つ翔平が何かアメージングなことを仕掛けた夜だった。大谷のホームスチールが決まった直後、冷静ながらもどこか満足げなマドン監督のドヤ顔がカメラに捉えられました。大谷翔平選手はマウンドに立てば日本人史上最長の6試合連続2桁奪三振、28戦15勝、サイ・ヤング賞でも2票を9票獲得。打席に立てばホームラン2年連続34発以上、メジャーでジャッジら4人のみ。打者としては本塁打数が2021年シーズンの46本から12本減も、米通算100号を日本人最速459試合目で達成しました。2年連続34発以上は大谷、ヤンキース、ジャッジら4人だけでした。走攻手全てにおいて世界最高峰のメジャーでトップクラスのレベルにいる大谷に不可能はあるのでしょうか。来シーズンにも期待が高まるばかりですね。日米の女性ファンが大熱狂。我が子のように可愛いと話題に。二刀流で魅了している大谷翔平、今年メジャー5年目、まだまだ28歳という若さですが、その人気はすでにスーパースターといえる状態にあり、スタジアムには連日大谷を目当てに老若男女のファンが駆けつけます。今や野球ファンのみならず、野球に興味がなかった人たちまでをも引きつける存在となった大谷ですが、その中でも日米の女性たちから強烈な支持を受けているのです。大谷の女性ファンにはとても熱狂的なファンが多く、アメリカでは大谷君の活躍が見たい、息子のように応援していると SNS にはこのようなコメントが次々と投稿されています。この言葉からわかるように、日本やアメリカのママさんたちは皆大谷を自分の息子のように応援しており、中には大谷と再婚して子供を授かりたいとの過激な発言も見られました。動画をご覧の皆さんの中にも、今まで野球の試合を見たことはなかったけど大谷の活躍を見るために朝早起きをしてメジャーリーグの試合を見る、そんな大谷中心の生活をし始めた方もいると思います。そんな大谷推しの生活を始めたのは日本のファンだけではないのです。常に笑顔で負けても嫌な顔を見せないクールな大谷。メジャーリーガーは三振をしたり打たれたりするとバットを折ったりベンチで暴れたりしてフラストレーションを爆発させることがありますが、大谷は冷静そのもの。たとえ納得のいかない判定で三振を喫してもベンチでは落ち着いた表情を見せ、次のプレーに備える、そんな紳士的な姿勢が多くのファンやママさんたちの心をわしづかみにしているのです。アメリカのママたちが大谷に対して熱視線を送る一つの理由として挙げられるのが、大谷には俳優のトム・クルーズに通じるオールアメリカンなイメージがあるからと言われているのです。いつも爽やかな笑顔で勝っても負けても腐らない、そういう野球大好き少年のようなオーラを大谷は放っており、この子供っぽさな部分に日米の女性たちは魅了されているのです。大谷は球場に落ちているゴミを拾いますし、不調でもベンチで暴れることはありません。とにかく常に真摯な大谷を彼氏と思って野球を観戦する女性が多いのも無理がありません。男性から見ても惚れ惚れしますからね。3月8日に開催される WBC1 次ラウンドが行われる東京ドームに、日本中の女性たちだけでなくアメリカから遠征してきた女性の姿も見られるかもしれませんね。大谷選手、WBC では投手、DH、二刀流、気になる起用法。 WBC 開催まで1ヶ月を切り、史上最強と称されるメンバーが確定した日本代表ですが、なんといっても気になるのは大谷の起用法です。もちろん一ファンとしては二刀流大谷の姿を見たいのが正直な感想ですが、大谷の体への負担を考えると投打のどちらかに絞る可能性があるかもしれません。日本代表を率いる栗山監督が1月26日に日本のテレビに出演した際、大谷の起用法について尋ねられた栗山監督はこのように語りました。正直まだエンゼルスと話し合いを続けていて、バッターのところとピッチャーのところでどういう風に使ったらいいのかというところは、契約はエンゼルスなのでそれをまず折り合いをこっちがつけなきゃいけない。日本のピッチャーもそうなんですね。各チームにこうやって使わせてくださいと各監督さんと確認というのはさせてもらいながらするので、まだ使い方も本当にこれからです。ただ僕の中ではとにかく世界一になるためにできる限り勝ちやすい形に持っていくというのが仕事ではあるので、その努力はしますけど本当にこれからなのでまだ決まってないですね。続けて抑えとしての起用法はあるのかについて聞かれると、正直言うとダルビッシュ投手にはその可能性の話をしました。翔平とメジャーの立場では年齢やってきたことが違うので、ダルビッシュ投手は監督何でもしますよという雰囲気を持ってくれてはいます。ただ翔平に関してはバッターとの兼ね合いがいろいろあるのでこっちが自由にという感じにはなかなかと、大谷の起用法はまだ確定していない様子でした。これから決まる大谷の起用法は大谷が所属するロサンゼルスエンゼルス球団側との話し合い次第になるかもしれませんね。大谷選手は今回の WBC での意気込みを聞かれた際、とにかく勝つことという言葉を何度も並べていました。どんな起用法になるかはこれからのお楽しみですが、無理せず怪我のないようにプレーしてほしいですね。アメリカ代表やドミニカ代表などメジャーリーガーが多く出場を表明している今大会、日本代表が勝ち抜き見事優勝することはできるのでしょうか。 WBC の開幕が楽しみですね。みんなで応援して日本を優勝へ導きましょう。フリーエージェントとなる大谷争奪戦、巨額のマネーゲームが予想される。今シーズン終了後にロサンゼルスエンゼルスとの契約満了を迎える大谷翔平。エンゼルスとの契約延長に応じなければ28歳の日本人はフリーエージェントとなり、 MLB 全30球団との交渉が可能になります。球界唯一の二刀流を貫く日本人の獲得をめぐっては巨額のマネーゲームが予想されます。そうした中で米放送局 FOX スポーツは翔平大谷の獲得をめぐる MLB 各球団の契約可能性ランキングと題した特集記事を配信。大谷獲得を狙うメジャー球団をランキング形式で予想しました。栄えある1位と予想されたのは豊富な資金力を持つニューヨークメッツでした。そして同等の評価ながら2位とされたのはエンゼルスと同じロサンゼルスを本拠地にするドジャースです。同メディアはメッツについて大谷の契約にはミネソタツインズのカルロス・コレアを獲得するために用意した3億1500万ドルよりもはるかに多くを必要とするだろうと予測し、次のオフシーズンに向け同球団は最大のスターを確保するため意欲的になると記しています。一方のドジャースについてはウォーカー・ビューラーはまだ右肘手術からの回復途中であり、フリオ・ウリアスとクレイトン・カーショーはいずれも来季終了後に FA となる見込み。ドジャースは大谷の求めることは何でも提供する可能性があるとの見解を示しました。3位にはダルビッシュ有が所属するサンディエゴパドレスがランクイン。記事にはマニー・マチャドが来季オプトアウトするか、球団がファン・ソトと長期契約を延長するつもりがない場合、間違いなくトップ選手である大谷に億単位のオファーをするには十分な動機があると言及しています。4位にランクしたのはメッツと同じニューヨークが本拠地のヤンキース、ワールドシリーズ優勝27回を誇る名門についてはアーロン・ジャッジをピンストライプに止めただけでなく左腕のカルロス・ロドンを獲得しました。大谷を獲得すれば今後数年間野球界で手も足も出ないトップローテーションが完成すると夢のような先発ローテだけでなく昨シーズン熾烈なリーグ MVP 争いを繰り広げたジャッジとの共闘に期待を抱いています。期待の二刀流が行き着く球団は果たしてどこになるのでしょうか。なお現所属のエンゼルスは15位にランクされ、もし彼らがアナハイムで日本のスターを残留させるチャンスを望むならエンゼルスは今年シーズンを勝ち越すことが必要である。今のところ全ての兆候は大谷が立ち去ることを指していると残留の可能性は低いと指摘しています。大谷が今後どの球団でどのような活躍を見せてくれるのか非常に楽しみですね。今後大谷に関するニュースは動画にまとめていきますので大谷が好きな方は是非チャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。また、今回の動画についてのコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。